埼玉西武ライオンズは歴史的低迷の真っただ中にある。松井和夫監督48が5月26日に休養し、渡辺久信 GM58 が監督代行に就任した後も成績は一向に振るわず。前半戦終了時点22日現在で27勝59敗1分の6位。首位。 ソフトバンクとの差は実に29ゲームもある。ペナントはもちろん CS 進出も絶望的となった今、後半戦は若手を中心に来季を見据えたゲームを、と多くのライオンズファンが思う一方で、気になるのはやはり新しい指揮官だ。ネット上にも生え抜きである必要はない。とにかく勝てる指揮官を厳しい方針の監督でもいいのでは などと、それぞれの思いが書き込まれている。また、前監督の辻初彦氏、65、が再登板。という報道もある。そんな中にあって、デイリー新潮でも5月31日に伝えている通り、関係者の間では西部 OB で元ロッテ監督の伊藤勤氏、61、が次期監督として有力視されているという。言うまでもなく、プロ野球は勝負の世界。 活野球、選手が育っていく姿を見せないといけません。それを実現してくれる監督は誰なのかということ。刺激を与えるために外部将兵という声もありますが、それまでの球団のやり方、方針を全否定される可能性があることから、やはり球団 OB から選ぶ方が無難です。工藤君康氏61、秋山浩治氏62、野良 OB と共に、 伊藤氏の名前が球団スタッフや関係者から聞かれるのは事実で、強い西部を取り戻すために、黄金時代の司令塔、保守、だった伊藤氏の監督復帰を望む声が強まっています。スポーツ指揮者、伊藤氏は現役引退後の2004年から7年まで西武監督を務め、4年にリーグ優勝、日本一を成し遂げている、実績、もあるが、 監督退任後、西武との関係が良くないことはファンにも知られていた。例えば、2013年10月14日、パリーグのクライマックスシリーズ、CS、ファーストステージ西ー×ロッテの第3戦が行われ、ロッテが2勝目を挙げ、ファイナルステージ進出を決めた。ロッテ監督は就任1年目の伊藤氏、対する西武は、 伊藤氏の後を受けて監督に就任した渡辺氏だった。試合後、伊藤氏は記者団にこう語った。始まる前に言ったけど、今日で黒市に変わりました。現役で22年、指揮官として4年を西部で過ごした伊藤氏。シリーズに入る前、西部のチームカラーである青市が、ロッテの黒市に変わるかどうか、と、その決意を語っていた。今日で黒市に変わった。 とは、西部との決別を宣言したようなものだった。帰りの駐車場で西部ファンの男性からサインを求められ、いつか西部に帰ってきてください、と声をかけられると伊藤氏はこう返したという。残念ながら、絶対ないです。それだけは言っておきますあれから11年が経つ。残念ながら、絶対ないです、とファンに断言した背景には何があったのか。